それではただいまより閉会セッションを始めたいと存じます。まず今回初めての企画となりました大学院生によるポスター発表の審査結果を発表いたします。ポスター発表者の皆様、選考委員の皆様、どうぞ舞台の上にお上がりください。それではポスター選考委員会より浜中委員長から審査結果の発表をお願いいたします。 Thank you very much. ありがとうございます。今回のポスターセッションは今回の ISAP2012 で初めての試みとしてやりました。その狙いは若い方々に積極的に皆さんのような若い方々に積極的に今回参加していただくためです。でプロセスは数ヶ月前に始まりました。 ISAP の事務局が神奈川県内の3つの大学に案内状を送付いたしまして、ぜひお客学生さんを ISAP のポスターセッションに参加させてもらえないかということを申しました。その結果13のポスターが提出されまして、 ISAP のスピーカー全員に評価をお願いいたしました。最終評価は審査委員会でやりました。3人の研究者の先生方、ベルリン自由大学のミランダ・アシュルース先生、それから北京師範大学のイエ・チェン先生、それからニューヨーク州立大学のネイトゥン先生、ソーニブックコの、そして主催者 ISAP 代表として竹本国連大学高等研究所の竹本先生と私自身で審査委員会は構成されておりました。今回1位から3位を選ぶということで、これ大変厳しい仕事でした。先ほども申し上げましたけれども、すべてのポスターはそれぞれ異なる研究段階にありましたし、研究のフォーカスもそれぞれ異なっておりましたので、審査委員会は1位から3位を決めるということではなく、 3つのポスターに優秀賞を差し上げることにいたしました。異なる関連分野の視点に立って選んだのです。発表しますけれども、8番9番そして13番が今回優秀賞を受賞なさいます。アワードオブエクセレンスです。そこで今回の審査に関わってくださいました審査委員会の3人の研究者の先生方に対しまして、3人の学生さんに優秀賞を贈呈してもらいます。シュローズ先生、イエ先生、それからネイトゥン先生、授与をお願いいたします。まず最初の受賞者はルア・サマラさんです。おめでとうございます。素晴らしいポスターでした。小林さん、次の受賞者は小林さんです。おめでとうございます。次に受賞なさったのは恩恵慎さんです。おめでとうございます。
では、イチュン先生の方から審査委員会の研究者の先生を代表して公表していただきます。審査委員会の委員を代表しまして、また浜中委員長の代理ということで、浜中先生、常に非常に強いサポートをしてくださっていますけれども、今回参加なさいましたすべての方々、特に今回受賞なさいました3人の学生の方々に非常に革新的な発表をしてくださいましたことを御礼申し上げます。ポスターに私どもも見に行かせていただきました。一生懸命その活動の内容、研究の内容を説明してくださいました。我々名札を隠していたんですけども、審査員であると読み元を明かさないために。しかし審査員の委員会のメンバー全て、もう本当に素晴らしい全てポスターだったと思っています。私ども委員3人は大変な責任を負いました。この3お三方を選ぶというのは大変でした。そして多くのスピーカーの先生方の助けを得て、今回評価をしましたけども、評価の基準には7つありました。1つは研究の独創性、オリジナリティ、2つ目はコンサイスにまとまっているか、3つ目は手法が明確であるか、4つ目は組み立てがしっかりしているか、5つ目は政策意味合いがあるかどうか、そして6つ目は ISAP2012 のテーマへの貢献が見られるか、そして7つ目の基準はプレゼンテーションの中身でした、発表の中身でした。スピーカーの先生方が点数をつけて、事務局がこれを集計いたしまして、どれをとっても非常に素晴らしかった、この3人の方々特に素晴らしかったという評価になっております。トップの3社を選ばせていただきました。申すまでもなくポスターはそれぞれ研究段階が異なっていました。もうすでに研究が終わったものもありましたし、ポスターの中にはまだ研究が始まったばかり、あるいはまだ中盤に差し掛かったばかりという段階は様々でありましたけれども、13のポスターすべてこの7つの基準を十分に超えていたということが言えるかと思います。ぜひ今後とも皆様方の素晴らしい研究活動を続けていただきたいと思っております。なぜならば我々の生活においてコミュニケーションは極めて重要です。自分が考えていることをコミュニケーションできるか、リサーチの中身を説明することができるか、人にそれをしっかりと理解できる形に伝えることができるかどうかというのは、今後の皆さんの人生にとっても極めて重要だと思います。ぜひ今後とも皆さんの研究を続けていただいて、仲間の学生の皆様方に2013年の ISAP にぜひ参加するようにと進めていただければと思います。本当にありがとうございました。そして改めましてお祝い申し上げます。おめでとうございました。 Thank you very much, Professor Nathan.ミトゥン先生、どうもありがとうございます。ご親切なお方は感謝します。それでは3名の学生から一言発言してもらいましょう。サマラさん、小林さん、シンさんの順番でどうぞ。サマラさんどうぞ。まずアイゼスに御礼申し上げます。この会議を主催してくださって、我々学生にポスターセッションへの参加の機会を与えてくださってありがとうございます。我々の研究を発表できる機会を与えていただいて光栄に思いました。素晴らしい経験で、またとない機会となりまして、自分たちのアイデアについて披露する機会をくださってありがとうございます。また評価してくださってありがとうございます。アイデアとか、研究を評価してくださって、研究者としてそれ以上望むところはありません。どうもありがとうございました。